ットボール。大丈夫かな。抜けるボールがまあいくつかあって、この木下への投球も一球顔の近くに抜けてと。もうちょっと上だと顔面ですね。そうですね。だからね。そうですね。木下です。出てしまいました。左手の甲です。うわ、左肩に二の腕っていうんですかね。 手首に当たって、2回当たってますか。手首に当たって上に当たってるのかな。違うか。違いますね。もういきなり二の腕ですね。二の腕ですね、はい。左の二の腕に印鑑のようにボールの縫い目がつくんでしょ。らしいです ね印鑑をしたようになるんですってね。私は当てられたことなくて当てる方だったんで。はい。なぜかロメロがにこやかに。バント難しいですよね。難しいですね。難しいと思いますよ。はい。お尻の引き具合と、次の打席はインサイド投げにくいですもんね。おっと当たったか。また今の抜けボールですね。今の抜けボールですね。変化球ですね。はい。まあ、1打席目に比べると、ダメージは大きくないんで。そうですね。途上だっただけに藤浪もったいないですね。スライダーですね。ピッチャーロメロ、この顔見てください。なんという仕打ちだと。